さて、今回の動画なんですけど、皆さんにまず悲しいお知らせがあります。まあ皆さんにつか、まあ俺だけが悲しいんですけど、こちらですね、ショーケースが、だいぶなくなりました。これ何が起こったかというとですね、今日ちょっと不慮の事故で、ここのショーケースがですね、倒れたんですよ。で、ここが倒れるとどうなるかっていうと、雪崩のようにですね、こう全部倒れまして、結果として、ショーケース全損5台、半損5台ということで、計10台のショーケースが犠牲になったわけですね。で、なんと、くしくも犠牲になったのがデュエマブースのみということで、シャドーバースのブースと、ワンピースのブースはですね、壁にあったんで無事でした。被害に遭ったのはデュエマブースのみですね。一応、2台だけ生還したんですよ。そことそこのやつ。2台だけ生還したんで、あれはまあなんか、オリパ置いたり、特化置いたりするのかな。で、一応この、なくなったショーケースですね、まあここの万人しとくのももったいないなと思いまして、こちらですね、なんと、記念写真スペースに早変わりということで、明日以降ですね、フラットコーバー秋葉原店に来た方、まあ、こちらに座っていただいて、まあ、これ持って、記念写真を撮ることができます。まあ、一応多分今週の日曜日ぐらいまでは、残しておくんで、まあ、ぜひ写真撮りたい方は今週中に来てください。ってことで明日はちょっと復興も兼ねてお礼も店に立ちますので、ぜひ時間がある方秋葉原お越しください。というわけで以上、フラットコーバー秋葉原店からでした。